うちは、上のお兄ちゃんが結構おっとりしていて、で下のお娘はやんちゃなんですね。まず朝なんですけれども、前の日から息子はもうそのまま保育園に行ける格好にしておきます。今晩は帰ってきてからですよね。お菓子食べたいとかチョコパン食べたいとか言ったりするんですけど、ここは絶対に食べさせないっていうことにしてます。うちはご飯の後お風呂なんですけれども、だいたい嫌って1回は言いますね。自分が乗れるようなおもちゃの車でこれを配達してみようとか、なんかああなんか私何やってんだろうってバカバカしくなることもありますけど、誰も見てませんので思いっきりそこは恥を捨ててやってますね。これは本当ね、皆さん一緒かもしれないですね。